每年固定举办的杰尼斯成人式，今年由国分太一担任见证人，而这五位满20岁的杰尼斯成员也发表了他们的成人愿望。そうですね。まあ、とにかく僕は、まあニュースとしてですけれども、まあ本当にいいニュースっていうのが今回キーワードでやってるんで、もうかなりそういう面では、こう、被害を受けている方にいいニュースを伝えるっていうことで、それを今年のテーマとしてやっていこうかなと思っていて、何かしら、そうですね、コンサートやらないので伝えられたらいいなと思ってます。はい。貯金とか。してないしたことないんで結構無計画ではい、貯金したいです。まあメンバーとしての仕事も大切だと思うんですけど、ピンの仕事が欲しいでございます。ピン芸人、いや芸人じゃないですよ一応ジャニーズジュニアと売ってますから、はい、まああのピンの、まあ、芝居ドラマとか舞台やらせてもらえたら嬉しいかなと思っております。はい、常に新しいことにチャレンジをしていきたいと思います。プライベートでは太一君がサッカーやってるというので、僕はあのサッカーチームを作ったんですよ。それでちょっといいか戦えたり、挑戦状ですよ。全然いいですよ。アンダー30だけどいいですよ。僕はそうですね、4月に、アズリという舞台が控えてますので、いろいろ家庭の稽古とかも始まるので、体力作りは、始めたいなと思います。こういうふうに、まあ、先輩として、はい、ジャニーってどういう意味が含まれてるんですか？そうですね、ここにいる5人、向こう10年、僕が、まあ、見守っていくのと、まあ、誰かが悪いことをしたら僕が説教をすると、ね、もしくは説教されるとそういうような役割です、はい、でも面倒見てくれた。そうですね、もうお年玉もみんなにあげたしね。あえどうなんですか、どうだったかな。うわここはだってもらったって言っとけば済んだのに。もらいました。ねえ、もらいました。はい。いいんですか。後で後で。大使が言ってくれたことがもう。はい。僕らで今年だもん。何よりも。はい。本当に？よく言うよ。限界のフォローです。よく言うよ。よし。タップ初挑戦なんですけども、もう来てしまったのかと、うん、もっともっと練習していたかったなと。